2012FIFAU-17 女子ワールドカップは2012年9月22日から10月13日にかけてアゼルバイジャンで開催された第3回目の FIFAU-17 女子ワールドカップである。フランスが初優勝を果たした。2010年3月、FIFA は執行委員会を開き、開催地をアゼルバイジャンにすると決定した。翌2011年10月に、 大会の公式マスコットが公開され、その翌年の2012年4月には、マスコットの名前、トップトップガールが公表された。本大会出場国を対象とした抽選は2012年7月6日に、バクウ市内にて開催され、アゼルバイジャンの男子フル代表の監督であるベルティ、ホクツ、及び U-17 女子代表の選手2名が出席した。 開催日時はすべて現地時間による。グループ A ナイジェリア V カナダアゼルバイジャン V コロンビア、コロンビア V カナダアゼルバイジャン V ナイジェリアカナダ V、アゼルバイジャンコロンビア V ナイジェリアグループ B フランス、V アメリカ合衆国北朝鮮、V ガンビアフランス V 北朝鮮アメリカ、合衆国 V ガンビアガンビア V フランスアメリカ、合衆国 V 北朝鮮グループ C メキシコ V、 ニュージーランドブラジル v 日本、メキシコ V ブラジルニュージーランド V 日本日本、V メキシコニュージーランド V ブラジルグループ D ウルグアイ、V 中国ガーナ V ドイツウルグアイ V ガーナ中国、V ドイツドイツ V ウルグアイ中国、V ガーナ決勝トーナメントでは90分で勝負がつかなかった場合は延長戦を行わず、PK 戦にて勝敗を決定する。準々決勝北朝鮮。 V カナダナイジェリア V フランスドイツ V ブラジル日本 V ガーナ準決勝フランス V ガーナ北朝鮮 V ドイツ3位決定戦ガーナ V ドイツ決勝フランス V 北朝鮮以下の賞が選手個人及びチームに授与されたありがとうございます